よいしょ、はい、進化の結果ちょ頼む、マジでお前だより、お前だよりだ、お前よりいけいけ、撃て撃てやろお前、それは来た、これいってやろ、撃て、お前何しちゃうお前、大乱ボコボコ来たっしょ。はい、ということで今日はですね、こちらロケ候補具を使っていくんですけども、まあ今ゴブリン型がねやっぱ流行ってまして、まあロイジャイとかねウォールベーカーが多いんですよね今。まあ上位で結構それが流行ってて、まあゴブリンのが今強いかなっていう感じです。まあスケもね確かにどっちでもいいっちゃどっちもいいんだけど、なんかその勝ちたいやつによって変えるみたいな、だからウォールベーカーとかそのロイジャイに強く出たいんだったらゴブリンかなみたいな、でも高回転とかに勝ちたいんだったらまあスケの方が圧倒的有利ですね。いやマジでミラー対決とかスケの方が圧倒的有利なんで、まあそういうね利点もあるんですけども、まあちょっとね、みんな結構ゴブリン型使ってるんで、まあゴブリン型で、マルチ、今ね、102位ですね。残りがねあと3日ぐらいなんかな、あ2日でした、はい、残り2日なんですけども、ここから生マルチやっていきたいと思います。さあ来ました。お、バドミッシュみたいなやつはね、26ですね。この環境26で上がるモスはどこ言うてね。でもボムで回収してあげますか。ボムで回収してあげて。はい、いやー、これクイック打ってもよかったですけどね。打ってもよかったんだけど、まぁ、ちょっとね、悩んだんで打たなかったですね。こういう時はもうすぐ打っといたらいいんですけど、悩んだ後のクイックが弱いんでね。さあさあさあ、まぁ、26はね、まぁ、難しいんだけど、まぁ、ちょっと相性いいですね。めっちゃ相性いい。ちょっとすね。ほんのちょっと。普通にあの回転が化け物なんで相手の。マジでね、2周目追いつかないんすよ。多分あと1枚かそれ回してきてんね、絶対。で回してるこれ。回してるんすけど、まあ、ここはね、一旦待ちかな。一旦ロケコから入りますか。ロケコから一旦入ってあげて。はいはい。で、多分ファイブ飛んでくるんだよ、多分これね。お、飛んでこない。なるほど。うわ、おしゃれ。めちゃくちゃおしゃれ。ダバ、守れ。あいつピッ、おい、ロケコネームめっちゃ悪くね、ロケコネームどないなっとマジで。ガチやばかってんけど。うわ、最悪やな。あ、でもなんかこれ、ワンチャン、あ、無理か。今、ロケコホグに打たんかってんけど。いや、多分打ってたら今の完封できてたよ。俺、それを想定したんだけど、ロケコなんかここら辺打ってホグ当たらんかったな。いや、めっちゃ食らったな。こっから入れる保険ある？こっから入れる保険あるかな？ちょっとマジでワンチャン掴むわ。いや、マジでね、ワンチャンは掴めるんすよ、これ。マジで。のね、ほん序盤がめっちゃきついんですよね、マジで。なんか丸太飛んできそうやな、この感じ。ほい。さあさあさあ。いいね。相手もね、おー、一個つくね、それ。それ結構美味しいんじゃない？まあ、これは、まあ、ケツマイティかな。ここはケツマイティしてあげてーすね。でも相手ね、なんかね、ルート強制してきそうな顔してるんだよな、めちゃくちゃ。なこういうやからって結構ね高確率でルート強制してくるんで、大砲のねここにやってくるんですよ。なんでちょっとクエイク打つのリスク高いんですよね、めちゃくちゃめちゃくちゃ高いんだけど、まあこのタイミングとかだったらまあいいんかな、わかんない。まあこれでやって、これでいきましょう。はい、で多分ルート強制してくるんで、そうですね。でこれこうで、はい、でこんなやってあげたら多分ねいい感じに完封。よし、ナイス、一発。ああ入ってない、なんやってなんやって、それほんまにやばいって、それマジで。クイックね、はいはい、これさすがにね多分ね相手で、ね、ルート競争の位置できないと思うんですよ。そうそう、いいよ。わあ、偉っ、めっちゃ偉いな、そこで5打つの。いや、うまいな、やっぱここでここまで26で上がってきてるだけあってめちゃくちゃうまいな、普通に。いやー、ライグルホーム来るかな、なんか怪しい顔は、怪しい、だいぶ怪しい顔はしてる、怪しい顔はしてるんですけど、さあこれはこっちでね、はい、こっちでこうやってあげて、でアイスピ速攻回して、はい、これクイックで突破してあげる。さあでかいよこれ、一発入るんじゃない？いやー、いい、なんなら2いったら偉い。あー、さすがにね、はいはいはい、いやー、しかもこれロケコが、ロケコが、うわ、熱っ熱っ。いやー、進化スキー弱っ。なこういう盤面で見ると弱ってなるよマジで。いやー、ちょっとねマジで難しいんだよね、本当に難しい。あ、これ多分ねクイック打たない方がいいですね。あ、でもあ、その位置やったら、まあ、これ打ちます。これはね、あの打っちゃっていいですね。でもう1枚多分冴えてくれるんで、これ相手もう1枚、そうそうそう、はいはいはい。でここはこれで、いや多分ね、そうファイボじゃない気するから、これだけで多分守れると思うんだよね。あ、結局、はいはい、素晴らしい素晴らしい、めちゃくちゃいい。でこれマイティ切る、マイティ切ってあげて、さあさあさあ、これ回る、お前早くね、もうね 2.6 回転が化け物なんです本当に。はいはいはい、いやこれでも守れそう。ちょっと待って、それは聞いてないけど、ファイブで、はいはい、ファイブじゃない、丸太で。いや、でも、とはいえ、今、相手、待って、そんな早い、待って、やばい、バケモン、相手のバケモンすぎる、いや、これは、こっちで、はいはい、いや、これ、打ってあげたら、相手絶対使うから、そう、一発、そんな2発ぐらいいきそう。いや、でかい、マジである、あ、マジである、これ、ガチであるよ、その2発は、マジで、夢つかみある、マジで。はいはい、一旦これ、ケツマイティかな、ケツマイティして、はい。
レンジちょっと高めにしとくんですよ、こういうのは。なんでかって言うと5が飛んでくるからですね、ここは。5が飛んでくる可能性あるんで、はいはい、そうですね。はいはい、いや、ちょっと待って、絶対に一発入れさせへん。痛すぎる、あ、やばい、マジで。でも、ロキコが、よいしょ、はい、進化ロキコ、ちょっと頼む、マジで、お前だより、お前だよりだ、お前より、いけいけ、撃てやろ、お前、それは。来た、これは言ってやろ、撃て、お前、何しとお前。全然撃たへんやん、ほんまに。何しとマジで、ほんまに。マジで、え、ちょっと、しかもなんか、射抜かれてる、まあ、それ。いや、いい。え、待って、ルートキャストとかマジで。ルートキャストだけはほんまにあかん。ほんまにあかん、ルートキャストだけは。いや、勝てる。マジで勝てる。あ、これはあるガチで。これある。マジであります。はい。で、うますぎる、それ。そのルートキャストマジでうますぎます。はい。うますぎるんやけども。はいはいはい。いや、これはアイスピ固め。はいはい。いや、ある。いや、マジである。え、待って。え、なんか負けてね。削り負けてね。ちょっと待って、おかしい。おかしい。なんでこれで負けるのかがおかしい。はいはいはい。いや、これは、はいはい。こっちって。え、頼む。マジ。3、2、1、ね、危ねえ危ねえマジで危ねえ。いやー、よかったよかった。勝ちてよかった。いや、そうそうそう。いや、マジでね、ちょっとだけ相性いいんですよ。ちょっとだけね。見てわかるでしょ。ちょっとだけなんですよ、本当に。意外とね、きつい。はい。いや、でも相手うまかったっすね。やっぱ26でここまで上がってきてるだけあるっすね。だって今、いや、普通に2桁とか 100E とかなんで、そう、やばくない？ここで上がってきてるの普通に猛者でしょ、マジで。さあ、次行こう。下げました。アヒール、ヤヒールか。ヤヒール来ました。こいつはロイジャイです。はい。マジでロイジャイです。しかもレイジ型かな。まあ、なんで、ショットフックかましましょう。かましてあげて、で、トリトンがあったら泣いていい。オッケーオッケー。はいはい。なかったですね。お主、トリトン持ってなかったのを言うて。で、まあ、これはマイティからですね。マイティから行って、で、まあ、施設使わずに守りたいんだけど、多分ね、これゴースト追加見えるんだよね、これ。あ、どうしてごらん。だったら美味しい。これデイジーショーだったりって。あ、デイジーじゃなかった時の対処法。やばい。あ、マジでやばい。あ、これね、多分2周目で飛び散る可能性ある。めちゃくちゃ。あ、めちゃくちゃある。あ、2周目で飛び散る可能性は、大です、これ。やばいです、はい。ここ絶対来るな。いや、これ絶対来るわ、マジで。絶対来る。いや、ほらね、言ったっしょ。いや、マジでね、止まんないんだよね。それが止まんないんですけどね、普通に。そう、分かってんね、君。よいしょ。はいはい。いや、ちょっと待って。いや、マジで。ちょっと耐えて。ガチ耐えて。ロケこれ耐えて。ちょっとやりすぎ。いや、待って、やばい。あー、もう、いや、まあ、これはちょっとね、いや、まあ、ちょっとね、言い訳させてほしい。いや、これ、あいつさっきレイジ型だったんだよ。だから、ゴブリンで守れるなと思ったら、あ、ロリババだったし。いや、これ、おまずすぎる。いや、めちゃくちゃまずい。いや、こっから勝てるやつ見たことないぞ、マジで。こっから勝てるやつはマジで見たことない。いやー、マジ。ちょっと待って、絶対。いや、待って。いや、ワンチャンある。2発。2発。オッケー、オッケー。なんならこのゴブリンすら巻いて。あ、やっべ、それ。え、なんかエリクサー送れ相手。いや、多分チート使ってる、これ。マジで。いや、マジ相手チート使ってるわ。せっこマジで。いや、待って、もう。いや、これはもう、俺が悪いっすわ。いや、マジで。いや、マジで。うわー、もう。いや、まあ、とはいえですね。はい、さっき勝ったんで、まあ、1-1っすね。さあ、来た。お、アリマかな。これあれですね。スターライトっていうスケラの人っすね。よろしく、やっていきましょう。マスケラピーポーはですね、あれ？なんかちょ変わってんな。ゴブセパしてきたぞ。ゴブセパ怪しいな。うわ、なんかめっちゃほぐせえ。ほぐか、まあ、オールベーカーでしょ、これ多分。真ん中ずりからの、何これ？あ、発見機、ワンチャン気に入ってきる。ふっ！いや、これめっちゃ遅っ。いや、遅かった、マジで。最悪や、これ。沼やわ、このゴブリン、マジで。うわ、もうさっきからね、ちょっとね、怪しい、マジで。挙動が怪しい。怪しいけど、まあ、一発ぐらいね、優しい。もうあげる。全然あげちゃう。もうプレゼントっすね。プレゼント保有してあげて。さあ、これでも相手、これ残してくれたら熱いっすね。めちゃくちゃ熱いな。で、多分、ここで、はいはいはい、オッケー、いいね。よいしょ。んなら、はいはいはい。だんだんもう一発いった。偉い。いや、偉すぎる、マジで。偉すぎるわ、それ。ほんまに偉い、マジで。いや、これは、いや、どうしよう。いや、めっちゃ悩むけど、こっちやな。こっちで、これ切ってあげてからの、アイスピ。いや、そう。いや、でも美味しくね、それ、めっちゃ。え？いや、これは美味しいな、今のスキルめちゃくちゃ美味しいな。いや、これ結構ダメージ取れたから、まあ、あとは、まあ、結構クエ削りとかでね、持ってきた差あるんですけど、どうなんですか、これ。出してくんか、相手。いや、そうだよね。なんかね、こういうカルって結構ね、マジでね、ユニットで共有してくるんですよ。だからまあ、なんか決め打ちとかすると、逆サイ破撃で積むときあるんでね。特に進化破撃のときはみんな気をつけた方がいい、マジで。ちょっと、は？
なんでマイティこっちおったのになんでそんな湧くんマジでおかしいってマジで。なんか相手のユニット優秀すぎんか。それはそれでマジで優秀。この丸太削っときます。お熱くねこれ。あなんならこれワンチャンよいしょ。ドゥーン逆線いけ。逆線いったら偉いぞマジで。まあいかんのよなそれが。うん、なんか丸太来そう。うん、そうだよね来るよね。まあ知ってる知ってる。はいはい、これアイスピでよいしょかまし丸太切ってるから多分ここはね絶対きついんです相手で。そうそうそう、これ来るからこれ読んであげると、はいはいはい、でどうすんのっていうので、さあ進化ロケが止まんないですよねこれ。うわ偉い、これめっちゃ偉い相手。でも止まらんくない、でも止まらんくない。いけ撃て、マジで撃て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 、ちょっとやばい、ガチでやばい。その進化撃ガチ怪しい、怪しすぎる、怪しすぎるけど、はいはいはい、いや耐えたマジで、めちゃくちゃ耐えた。いやこれ元気されるか、元気してくか、はいはい元気してますね。うん、いやでもだいぶいいダメージは入りましたねこれ。いやー美味しいっす、ここの警戒もめちゃくちゃあったけマジで。で多分相手ワンチャンマスケとか来るんかな、はいはいはい、これはホグ飛ばしてからのこれしてあげると、さあこれねもう回ってくると、はい、やばくないこのサイクル、このホグのサイクルやばくない、めっちゃ速くないでしょ。で相手気づいてないよ多分、これ気づいてないから、え待ってもうホグ回ってんのって言ってる多分この時点で、はいはいはい。でこのタイミングでゴブリン来るけども一発ありそう、なんなら2発いった、えらい。あーまあ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 悪くはない。でまあこれボム立ててあげて、さあいいよ、あとはまあクエ削りでもいいんですけども、はいはいはい、いやーなんか俺マイティちょほぐあれの道見せてんな、これちょっと待って やっちゃったこれ。さては、いやこうやってな、こういうのが良くないっすよ、こういうのが負け筋につながっていくんすよ、だんだんね、だんだんと、負け筋につながっていくんすよこういうのがね、マジでマジでこういうの良くない本当に。ただ美味しいぞゴブリンでしょ、はいはいはい見えてる、素晴らしい。やったくねえぞ相手、止まらんやろ、え止まるの、止まるもしかして、うわ止まってんだ、なんか止まってるけど、止まってるけど逆サイやから、逆サイやから、そうそうそう。でこっち攻めてあげたら絶対きついよ相手、絶対きついよ、はいはい。で、はいはいはい、いや待って、いや待って、なんかちょっと怪しい顔してない、めっちゃめっちゃ怪しい顔してるけど、クエイク丸太圏内なんだよなこれが、また、あクエイク丸太圏内なんだよ、だから左さえ守れば勝ちですね。オッケーオッケーオッケー、はいはい、危ない危ない、めっちゃ怪しい顔してたってほんまに。いやまあまあまあオッケーでしょ、まあこれ勝ってたので、まあさすがに迫撃は勝ちたい、迫撃はね勝たないと本当に上がらない、トロフィーがね。さっさ、まあ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 いいでしょと、はい、ラストいきますか。あげました、おアンドレス、こいつあれじゃない、なんかボーラーバルーンとかじゃなかったっけ、なんか怪しい顔してない、だいぶだいぶ怪しい顔してるマジで。アンドレスはちょっと怪しい、だいぶだいぶちょっと怪しい顔してるから、まあ一旦ゴブセバ行くわこれ。アンドレス多分ラバかボーラーバルーンやった気するんや、アンドレスって違うかな。でもこの待ち具合見て、ほらもうこの顔が、顔が待ってんもんマジで。あートルネありますって、うわやっぱボーラーバルーンや、ほらほら、おーつい、あーエルモ、あーいやこれやばいぞこれ、ハゲ散らかすぞこれマジで、マジでこれハゲちゃうっすね、ハゲちゃう自信はありますこれ、はい大いにあります。多分ねやばいっすこれ、止まんない、多分、ね、もうトルネランバル、ランバルトルネフリーズまで決められたら多分止まんないんで、絶対に形は組ませてはいけない。で多分ここでロリボボが多分転がってくるから、いやめっちゃよくね、えやばくないってそれ、大丈夫、おお美味しい、なんならこれすらも延命してあげると、はい、これすらも延命してあげると思ったけど、多分死ぬねこれは爆破で。うん、ランバーのこれ強いよな、地味にこれうざいよなマジで。さあ、ここ多分ボーラーが出てくるんじゃない、オッケーオッケー、いやめっちゃ美味しい、ここでね2枚されてくるのは美味しいんですよ、なんでかってロケコで回収できるからですね、これでロケコ回収見えるんで、まあこれでねあの4コスじゃあ5コス割るのか来たらめっちゃおもろいけど、まあさすがに多分ねやってこれない。でまあこれは話し上げと、マジで、はいはいはい、もう入ってるけどさ、えそれカウンターやばないって、カウンターちょっとおだるいんじゃないですかこれ。あでもとはいえか、とはいえまあランバーがあるし耐えるか、はいはい、あだったら、いやーこれ、いやでもな多分ホグゴブリン行ってもなんか渋そうな顔してんもんな、だいぶ、はいはい、あでもでかでかでか、それめっちゃでかくね、これ逆サイ行ったらあれ多分ランバーフリーズかこれ、あフリー、あなるほど、うわえなんかえおしゃんすぎんおしゃれすぎんそれ、めっちゃめっちゃおしゃれじゃん。いやーこれ来るかさすがに、あ来るか、あでもこれさワンチキンキできるマジで、見ててはっ、なあエロそれいやマジで、いやこれ進化ロケこのミッチープラン仕上げて、はい、でホグつなげる、でトルネ切ってたから
わわ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 わ、絶対延命しちゃいけん、ロケコ延命しちゃった絶対延命しちゃいけんかったよな今の。いや俺にはわかる、絶対やっちゃいけんかった今の。このゴブリンめっちゃもったいないもんなマジで。いやこれはこっちでちょっと遅れてでも、はいはいはい、これでうーんでマイティのあれをやってあげて、さあこれアイスピで止めてあげる。あえてフリーズ切ってこないよ、なかなか切ってこないですね。うん、いい、非常にいい。いやこれは多分ホグ飛ばすと死ぬんで、はい、あ打つかと思った。これロケコアラスで、でいや逆再起はちょっと見えんだよなマジだから、これこっちで、はい、これこっちしてあげると、いやでも相手ちょっとだるそうじゃねこれ、めっちゃだるそう。あーとはいえか、いやでも俺次進化だから、そう進化だから、進化のターンはよいしょ、ボイショ、はいはい、よいしょ、もう全部いっちゃう、全部いっちゃう。でこれはここでロケコ振り向き美人、振り向き美人、あ来た、はいはいはい、これね、はいはいはい、このね振り向き美人が大事なんですよ、めちゃくちゃ大事で、でこれを延命してあげる、このロケコを絶対に延命してあげて、さあアイスピ飛んだらえら、え待って、えらくね、俺のロケコバカ優秀なんだけど、ちょっと待って、めっちゃ延命してる、バカ延命してるけど、さあこれこっち、はいはいはい、いやめっちゃ熱くない、はい、いや待って、いい、ちょっとここのフリーズだけはマジで怖い、絶対に事故は防ぐ。なんならこれ6個残るくね、6個残って一発一層打ったら偉い、うわもう偉すぎる、あやばい、え待って、俺ちょっと上手い、さては、6個が強いだけやな、うん、6個が強いだけ、いやただこれは多分一発は入るんで、多分メイビーね、うん、入ります。あーでかい、マジでかい、うわクエイクマルタ何もやったっけ、うわまだこれいけんな、これ勝ちました、はい、これ左がクエイクマルタクエイクでいけるんで、はい、ね、これもう速攻で回して、も3倍タイムなんてもう絶対勝てないですよ、3倍タイムの高回転に勝てるやつなんていないんですよマジで、このようにおいてね、はいはいはい、いやーでかっ、これ勝つとはめっちゃでかいっすね、ボーラーバルーン勝つさんはちょっと熱い、いやマジでバルーンねめっちゃきついんですよこのデッキ、いやーいい、いやでもめっちゃ落ち着いてた、立ち回りがめっちゃ落ち着いてましたね。うわーこれあと1勝いったら3号いけんな、3号いってちょっと終わるか、いや3号いって終わるプランはマジであるな、いや3号いって終わりますかこれ、さあ来た、うわえルーガス来たんだけど、マジでしかもめっちゃ取るだけじゃん、100ぐらい離れてんねんけど、勝ったらやばいぞこれ、勝ったらドイカついのもらえんなこれ、いやーウォールベーカーかー、ちょっとこれねーマジねー腕の見せ所出るマジで、どっち来る、あそっちの方か、あー多分インフェの方ですね、インフェババの方かな、多分ね、なんか最近流行ってるんですよねこれマジで、えなるほど、うわーなんかむっちゃ嫌やわそれ、でも相手ロケ行こうじゃない、山来てたか、これはだるそう、めっちゃだるそう、これめっちゃだるそうの、この追いゴブリン絶対だるいで、相手あれだって山雨でしょ、うん、これ絶対必要よこれ、これ行って、なんならこれ2周目のホグまで見えると思ったけど、多分行き過ぎはね良くないですよ、行き過ぎは良くないんで、はいはい、これだけで一旦落ち着き、あでも美味しい、いやーまあ、いやでもこれ多分相手ヤナアメだけの枯渇だから、多分進化ロケがやばそうなの、ね、進化ロケが多分めっちゃ強いですねこれ、なんでこっちねやってあげて、さあほんでババ来るんかな、あーほんと偉いな、じゃあまあこれはボムタワーでね、回収してあげて、でまああれはねアイスピだけ多分抑えれると思うんですよ、まあ相手がヤナアメとか打ってきたらちょっとねマイティ必要かもしれないですけどね、はい、OKOKOKあーなるほどね、まあただでもムーとちょっとだるいか、なんか嫌っすね、めちゃくちゃ嫌っすね、これちょっとロケ後から行くと多分ヤナメ全部いかれるんで、まあ、マイティ入りからのっすね、マイティ入りからの、はい、いやでもこのプリンスめちゃくちゃ美味しいっすね、正直めちゃくちゃ美味しい、で相手多分次進化あるから、さあこれロケ後で守って、でヤナメ入ってきたら美味しいっすね、これにさがんか、まあ、ここで多分飛ばしたら絶対ヤナメ飛んでくる、だからババか、進化ババで守ってきそう、いやそうだね、でも一発入りそう、いやでかい、マジでかい、いやこれはアイスピで、ほっ、いや待ってミスった、アイスピミスったっていう話は置いといて、はいはい、こっち寄せて、さあただ相手ダルソース、次の進化ロケを絶対ダルい相手、これマルタで、はいはいはい、落ち着き、でここは多分ムートかな、多分あれで絶対やってこない、相手やったら、そう俺やったらやってこないんで、いやでかい、いやいいぞこれ、落ち着けば勝てる、マジで落ち着けば勝てる、しかもムート切ったからここの進化ロケめっちゃ強いんすよ、これめっちゃ強い、マジで強いから、なんかやれそう、やれんか、さすがにやれんか、でも俺全部丸太でいけん、いや美味しい、あ待って、俺勝ったな、これ勝ちました、はい、もうこれ止めれるやついないっす、こっからの形止めれるやついないっす、多分ババ来るけど、
あ、でもなんか飛び散ってんな、飛び散ってんな、飛び散ってんな。しかもなんならこれマイティのバカで、よいしょ。あ、でかい、マジでかい、よいしょ。はいはい。いや、でかいな、これマジでかい。もう一発、うわ、でかすぎる、お前マジ男だ。これあとクエイクマルタでいけるんで、さあここだけっすね、マジでここだけ。いや、ここだけマジミスらんかったら勝てます。はい、ここだけっすね、マジで。ここだけ勝ってマジでもうミスる、ミスるな、俺絶対にミスるな、マジ絶対にミスるな。オッケーオッケー、はいはい。この落ち着きをね、落ち着きを見しあげて、はいはい。でこっちはこれ、はいはいはい。これでちょっと待って、なんかちょっと怖いんやけど、逆線のこのババ。ただゴブリンがありますと。いやー、いい、めちゃくちゃいいよ。あ、めちゃくちゃいい、マジでいい、あ、マジでいい。さあこの落ち着きね、この落ち着きのボムから入ってあげて、さあこっちね、やってあげて、わあめっちゃいいわ、マジで、マジでいい、あ、マジでいい、あ、マジでいい。さあさあさあ、これ止まんないでしょ、これ、この感じ絶対止まんないですね。はい、あー、やばいの来た。え、ちょっと待って、え、ワンチャン、やばい。あー、でっか、惜しい惜しい、いや、めちゃくちゃ惜しい。いや、これでもクエイクで削れば、だって相手ここにヤナ打ったらシンガロゲコはもう飛び散るんで絶対打てないんですよ。でここはそうですね、これはユニットで守ってあげて、さあ勝ちましたね。これでクエイクマルタでジジと、いやー来た、これ神相性っすね、マジで神相性だ神相性だこれ。いやー、もうずっと当たっときたい、マジでこれ神相性すぎる。いやー、やばいよ、40ほどまで39、やばいっすねこれ。ルーカス泣いてんちゃうマジでいやー、いい、3500、いいっすね。35行きましたね、これ。ちなみにあの本赤もね、今ね、はい、いますね、3号に本若と並んでますね。ちょっと惜しい、サンドイッチしてますねいやー、いい、いい、マジでいいですね。オッケーオッケーオッケー。まあということでね、いや、まあゴブリン型、まあこれに関してはどうや、ゴブリン、まあゴブリンでよかったんかな、まあどっちでもいいんだけど、でもなんか環境的にはやっぱゴブリンの方がちょっと強いですね。まあ、なんかヤンの雨相手とかに、まあそのマイティゴブリンとかホーゴブリンした時にヤンの雨切ってくる可能性もあるんですよ。だから結構ね、そのゴブリンが強いっていう場面もありますね。はい、あ、まあそういうメリットも結構ヤンの雨がやっぱ今多いんでね。うん、まあということでね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ。